全員揃ってますね。はい、行きましょう。さあ始まります、バカファイナル4マップ目、アスラン。ゴーデトと行くぞ、歴史ですね。はい、さあ歴史はここで決めたいでしょうね。決めたいですね。はい、さあ現在の状況を整理するとですね、まずこの決勝戦は、はい、変則 BO7 そうですね、ということで勝者側から上がってきている歴史が2マップを取れば勝ち、そしてデトネーターは4マップを取れば勝ちと、はい、そういう状況で始まっています。はい、そして現在は歴史が1マップ、そしてデトネーターは2マップを取った状態。はい、先にリーチをかけている、優勝へ王手をかけているのは歴史、あと1マップを取れば歴史の優勝ということなんですが、ここで迎えたマップがアスラン、歴史が得意とするマップです。はい、無敗だそうです。無敗ということを聞いてますね。はい、無敗ということを聞いてます。以前にアスランで行われた大会、はい、その時に、この歴史のメンバーが非常にマップを研究したということでですね、はい、それ以来アスランを負け知らずということなんですが、はい、さあそれに対してもう後のないデトネーターはどういうふうに戦っていくのか。ニスナで待ち構えてますね。さあまずは攻め側が、力士ですが、はい、おさあここでこの距離での打ち合いはなかなか苦しかったか。はい、これは3人で駆け上がっていったんですけども2人倒れてしまいましたね。はい、さあここで攻めを潰されてしまった。ヨッピー選手のダブルキルが飛び出ています。はい、しかし最後に残ったのはこのスティアン選手。位置バレてますね。位置がバレたところからのあそこ点を外さないですね。そうですね、かたくなに覗いたまま、はい、いますが非常に集中してやってます。さあこれはかなり思い切った飛び込みをしていきましたが、はい、ここでファーストラウンドを取ったのはデトネーター。レキッシュがギャラクティックと、昨日の1回戦で戦った時にですね、はい、確か一度も勝ったことはない方らしいんですよ。最初 6-0 で取られて、はい、やっぱり強いなというところで1マップ取られたんですね。はい、でその後2マップ連続でして取れたんですけども、そこで初めてでギャラクティックに勝てたんだという話があってですね、はい、要するにアスランでずっと勝ってているからといってもここで負ける可能性も十分あるというところなので、慎重にやっていってほしいなという気持ちはありますね。そうですね、はい、足元すくわれますよというところがあると思います。さあこの試合、このマップ、はい、もしくは次のマップで優勝が決まりますが、はい、国内ナンバーワンをかけた戦い、そしてもう一つ10月に開催される国際大会、はい、そうですね、ルーマニアで開催される ISF 国際大会の切符、はい、こちらもかかった戦いとなっています。さあこちらはエディション選手、若干初段はずれたものの、しかしここでニコロミン選手がダブルキルをして仕事を終えたところを、おさあここは目まぐるしいですね。はい、1対1になってしまった。お互いダブルキルの応酬から最後に残ったのはこのスティアン選手とヨッピー選手。これはお互い1位は分かってるんでしょうね。おおよその位置が分かってる感じですね。はい、そうですね、音で、はい、爆弾が設置された。さあここで C4 設置完了。あ、スナイパー相手に、あ、これが相手がスナイパーだからなかなか出づらい、はい、しかし C4 爆破までの時間を考えると行かざるを得ない。得ないですね。さあこれ非常に厳しいですね。これは木がたかれてますが、
はい、ネーム打ち決まっていきます。こうなっちゃうんですね、はい、やっぱり強い。いやここは冷静に、このやっぱりスティアン選手が強いですね。強いですね、強いんですが、まだまだこれからな感じですね。そうですね、はい。ここで試合は1対1のイーブン。はい、これは壁抜きですね。こちらはシャカ選手、これはシャカ選手のスナイパーが火を吹きました。思い切った動きをしていく。しかしこれはみかん選手が、この守りの配置を見てもらっても分かると思いますが、はい、これはもう完全に攻め側のおおよその位置はつかまれているというところで、そうですね、心構えができたところへのラッシュ、はい、これがやはりなかなか決めづらい。残るクールデレ選手も倒れて2本目を取ったのはデトネーター。デトネーター、はい、シャカ選手の動きが紙一重なんですけどね、あそこで生きたからこそできる状況だったんですけども、ハラハラしますね。ただまだこのマップ始まって4ラウンド目、はい、勝負の行方は全く分かりませんが、レキッシュはこの得意マップで優勝を決めることができるか、はい、そうですね、レキッシュの動きは本当多彩に感じます。人の配置であったり、おっとおっとこれは1対2で再開した方がいいですね。おっと動きましたね、今動きましたが時間経ってるんで1対2から再試合した方がいいですね。継続ですね、試合は継続されます。はい、継続で、さあまずファーストキルを取ったのはスティアン選手。コーチャカ選手が倒れて、ここはエリショジェス思い切って飛び込んでて再発選手を仕留めます。おっと飛び出てきたところ、おっとシャカ選手の見事なダブルキルですが、みかん選手がそれを取り返す。残ったのはニコロビン選手。さあネーム打ちしたんですが、さあここはもう決め打ちで、はい、なんとかまず一人をゲットしたいというところなんですが、苦しいですね。厳しいですね、はい、これで2対2。センターの取り方がいろいろあって、レキシが強い感じですね、はい、今のはみかん選手を先頭にどんどん突っ込んでいって一人キルしながらもカバーリングのライフルマン AC の選手が突っ込んでいくという流れでしたね。やはり得意というだけあって攻めのバリエーションが豊富という形でしょうか。1側連通使ったり2側連通使ったりというこのセンターの使い方が非常に強いですね。
スティアン選手一通り投てきを投げ終わった後に、おっとファーストキルを取ったのはニコロビン選手、はい、それにどんどんと続いていくデトネーターのメンツ、なんとか横浜選手が1人を取り返すものの状況は絶望的。完全に場所はバレている。そうですね、四方バレてる話がバレましたね。もう位置もバレてますね。はい、完全に自身の位置も C4 の位置もバレてしまいました、はい、さあ30秒切りました。これは絶望的な状況、はい、これを取れれば大したものですが、もうみんな見てますよ、みんな見て大人気の状況で突っ込んでいけるか。さあこれですよ、はい、このあの圧倒的有利な状況でも、はい、俺が打ち合ったらでいい、俺が打ち合ったらでいいと、はい、そうですね、はい、甘えない感じですね。甘えないですね、はい、勝つために最善のことを尽くしていく、はい、これでデトネーターが3対2、1本リード、はいはい、ちゃんと勝負を取るために理由を持って行動させようというところですね。歴史としては既に3本取られてしまってはいますが、はい、ここはまあでも想定の範囲内ですね。ですね、はい、これはもう2本取れていれば上場だというところだと思いますが、はい、さあこのラウンドが前半戦の最終ラウンドとなります。さあ、サヤト選手がミカン選手を倒します、はい、おっと今のを当てるかという感じですが、無理しない。ニコロビン選手、はい、ツツツツと、はい、かなり声を裏返しながら、そうですね、こえっと逃げてる最中にヨッピー選手がやられていくという、深井選手の声を聞いてるとリラックスはしてますね、はい、そうですね、決してひよったり逆にこう勇み足というか、そうですね、そういったこともなく、はいはい、さあこれで4対に2本、デトネーターが2本リードで折り返すことになりました、はい、攻めるのがデトネーター、守るのがリキッシュ。歴史のこの配置見るとなるほどと思える感じですね。さあ歴史のこの前半戦 4-2 の折り返しというところはどうなんでしょうね。若干やはり心もとない感じのように見えるんですが、はい、そうでもないですか。そうでもないでしょうね。やっぱり守り方によってはこのマップ守りきりやすいマップですんで、はい、設置の前になんとかすれば守りやすいと思うんですね。設置されてしまうと結構一度に離れてるんで面倒くさいんですけど、離れてるというからはよりかは連通からも来るし、ベースの方からも来るしというところで、さあこちらエリシオ選手、そしてヨカマン選手、ああジャンプしながら飛び込んでくるところ、はい、これは2人 UAV 取れました。 UAV 取れてますね、はい、デトネーター側取られましたね。うまく飛び込んでいったんですが UAV 取られてしまったことで、はい、引かざるを得ません、はい、しかし
さあどうなる。さあ激しい戦闘起こりましたが、人数状況はこれでイーブン。はい、ヨーカンマ選手非常にやっぱ高いですね、個人能力は。そうですね、強い。そしてステアンさんも強いと。強い。やはり最初の意気込みのところでですね、はい、エイムでねじ伏せると言ったような意気込みがありましたが、はい、まさにそのような感じにもなってますね。なってます、はい。しかしエイムでねじ伏せにいっている相手がデトネーターですから。そうですね、とんでもない、ね、爆弾が設置された。さあここも瞬間で決めていくステイン スティアン選手、はい、これは強い。強いですね、これは。これで1本を取り返して4対3。1本のビハインドはレキッシュ、はい、ヨーカンマさんがポイント前になってますね。本当にこの歴史側は兵士を目まぐるしく変えてきますね。はい、ヨーカンマさん、ミカンさん、基本的にここら辺のオーダーも全てミカン選手がやってるらしいんですが、はい、素晴らしい。そしてそうこれですね、これが非常にああブレが来て位置バレましたね、横浜さん。さてお、とここはブレが綺麗に決まっていく、はい、しっかり分かってますね。お、2人飛んでいった、センター2人やられましたね。お、ジャンプを食っていく。さあ苦しい状況ですが、このスティアン選手がダブルキルを叩き出していきます。本当にどのマップでもそうですが、はい、スティアン選手のいるところに攻め込めないですね。そうですね、なんか別次元の生き物に感じてしまうシーンがありますね。釈迦選手をもってして苦手と言わしめた、はい、スナイパースティアン選手、はい、しかも調子も良さそうですから。そうですね、はい、今日ほとんど外してるの見てないですね。そうですね、このジャンプいいのかってぐらい危ないですよね。さて残り24秒というところから、この木の中を突っ込んでいくんですが、エリジョン選手、この人のダブルキルも今日何回見たでしょうか。はい、3人抜き、これでイーブン。さあ現在もう誰しもが認める日本王者デトネーター、はい、それを相手に堂々の立ち振る舞い。そうですね、もう互角にしか見えない、互角にしか見えないですね、はい、しかしこんな強いクランでも決して順風満帆にここまで来たわけではないらしいですね。そうですね、昨日なんかはその、はい、もう解散かどうかというレベルの話になるような喧嘩があったらしくてですね、はい、しかしそれをマネージャーがまとめして、はい、明日は頑張るんだとという、そうですね、逆に雨降って地固まるといった形になったという話を聞いていますが、はい、逆にそんなレベルの喧嘩になるほどの熱い思いをみんなが持っていると、ね、全員が持っているということなんですね、はい、さあここはサヤテ選手が
コ・ロビン選手はこのポジション。守りがいい守り方してますね。なるほど。これもお互いがちゃんとカバーできるような距離に守ってる感じですね、しっかりと。さあ木が来たところから、さあ珍しく土屋選手外しますが、2発目は外さず、このラッシュも綺麗に止められたデトロイター。はい、さあ歴史が5本を取りました。はい、優勝まであと2本。先ほどからずっとお預けを行っている形になっていますが、そうですね、ようやくこの得意マップ、はい、パスランで決めることができるかというところまで来ています。日本で開催された国際大会では堂々の準優勝、そしてその後に開催された国際親善試合では、はい、親善試合といえども世界ナンバーワンに輝いたデトネーター、 はい、そのデトネーターを相手に今この歴史というクランが王座を奪還奪い取りに行こうとしています。そうですね。さあこのラウンドもみかん選手がファーストキルを取って、B 選手がみかん選手を倒しますが、ここからの展開、シャンエコチャカ選手が C4 設置完了。あ、強い。さあ、サヤツ選手後ろから横からですかね。そうですね、やられてしまいましたね。あ、これも後ろから。さあ、そしてダブルキル。はい。どうなる？位置は分かっているぞ。しかしここは無理をしないか。これ先ほどあった。そうですね、デジャブですね。デジャブですね、逆パターンですね。さあ足音に綺麗に反応していったシャカ選手、これで5対5イーブン。本当にどっちが勝つか分からないですが、分からないですね、これは。やられるときは大体不用意な形でのやられ方が多いのでデトネーター、はい、そこがすごく心配ですね。いつでも来るという状況なんですけども、どちらが勝つか全くわからないこの状況ですが、はい、レゲシュの勝利への渇望、王座への欲望、そしてデトネーターの勝利へのプライド、どちらが勝るのか。こうして上空視点を見ていると本当に面白いですね。そうですね、みかん選手の動きなんかがこう目まぐるしいというか、はい、さあこのラウンドもかなり時間を使っていきます、はい、残り40秒。さあここで魔王にして飛び込んでいく、はい、一中の攻防、ここはデトネーターが勝っているか。しかしニスナー残ってますからね。一切気の抜けない状態での設置となりました、はい、そこでスティアン選手がまず一人を倒して、はい、この今 UAV ですね、はい、
時に顔出しちゃいけない感じですね。おっとこの距離、あわやゆっぴ選手やられてしまうかという場面でしたが、はい、さあクルデル選手が入り込んでいますが顔出したくない。チャカ選手2オン1、これをスティアン選手沈めていく。シャカ選手が沈んで、しかし時間をうまく使って止めた。なんと先にリーチをかけたのはデトネイター。はい、ですが非常にギリギリの戦いですね。ギリギリですね、はい、ちょっとミスが多い気もしますね。さあ当然デトネーターもこの力士の強さというものを痛感していると思いますが、はいはい、力士は力士でこのデトネーター、はい、なかなか決めさせてくれないという。そうですね、なんだこいつらはという感じになってるんじゃないでしょうか、はい、個々の能力は力士の方は非常に高いものがあるとは思うんですけど、そうですね、その立ち回りの部分のいやらしさとかそういった意味ではまだまだデトネーターの方が分がある、そういったふうに見えますね。しかしこれがまだ若いクランだから連携はまだまだですと自分たちで言ってるほどなんですが、はい、このクランが成長したら一体どうなるんでしょうか。そうですね、楽しみです。そして明らかに成長途中であることを自覚している彼らが、はい、このままいけばもう友情が手に届くところであるわけです。はい、おっと、さすが強い。しかしカバーが入りましたね。さあしかし一気にレキッシュ3人を失いました、はい、しかしまだこのスナイパー両名が残っている、はい、ニスナが残る。同じさっきと同じ方、さあこのラウンド落ちないぞレキッシュ、はい、デトネーター4名残っていますがなんとか取り返したいレキッシュ。しかしニコロビン選手がミカン選手をまずは倒して残るはスティアン選手ですが、はい、さあもうここは完全に無理をしない、はい、なんとこのレキッシュが無敗と言われているアースランでデトネーター取ってお互いにリーチ、はい、